の屋台の酒のころがさ知らんの同士が小皿たくたいてちゃんちきおけさおけさせつまややるせないよに兄弟がいるとは思わなかったわけでびっくりしたわけで母さん僕撃たれましたおわもし私にできることがあるとすればこの件を終わらせることです僕は健常者でもなく知的障害者でもないいつの間にか人間の心さえなくしてしまったそれでもあなたを愛していました